ました。それでは囲み取材を始めます。まずは税に関する質問をお受けいたします。よろしいでしょうか。政務に移ります。はい。政務に関する質問をお受けいたします。お願いします。はい。今日は久しぶりの登庁になりますけれども、党の代表をやりながらですね、知事をやるっていうのは、なかなか結構、普段ですとスケジュール的に大変な部分もあるかと思うんですけれども、もっと柔軟にやれる他党が羨ましいなと思います。いや、そうしたらいいよ。大阪府政が、別に何ら滞りなく順調に動いてるのか、僕が多少忙しいのはこれ仕方がないということで、こういう他党が羨ましいとかそんなのは一切ありません。今回府議会がですね、議会日程の延期を決めてですね、こういった形で公務がない期間が比較的長く取れたわけですけれども、こうやってこう議会が延期を決めたことっていうのは代表にとってはどういうふうな影響がありますか。これは議会が決められたことですけど、議会の皆さんも、これ総選挙でそれぞれ活動されてるわけでね、この議会の、スケジュールによってね、例えば9月12月議会で決めなければならないところにね、何かこう相互ある、問題が出るとか、そういうことならちょっと考えなければならない、何の問題もないんで、これは別に議会の皆さんが決められた日程で動いているということだと思います。もしもの話になってしまって恐縮なんですけど、この議会日程が延期されてなかったらですね、なかなか優先に出るのも難しかったんじゃないかなと思うんですけれども、この辺の何かこう、ルールの柔軟性というかですね、なんかもっとこうあってほしいとかっていうのはありますでしょうか。いや、もうでもそれは仕方がないことですよ。まずはやっぱり公務優先なんでね、その時は議会に出て夕方から活動するとか、そういう活動のこうスケジュールになるんでしょうね。そうですね、世論調査の内容によっては、自民党が単独で300議席を伺うという報道もありますけれども、この辺の、一応野党としてのですね、危機感というか、どういうふうに思われますでしょうか。いや、これはやっぱり自民党は与党が一つで固まって戦い、野党は何党にも分かれて戦ってるわけでね、普通に普段の支持率とか、政権支持率とか政党支持率とか、普通に考えて合理的な判断すれば、こういうことになります。ただだからってね、やっぱり主義主張や政策が全く合わないね、野党が一つにまとまっても、もう昔の民主党政権の頃に逆戻りするだけですからね、やっぱり、しっかり政策を掲げたね、中で勢力を少しずつ拡大するしかないかなと思っています。希望の党と連携で住み分けをしたことによって、大阪府内の自民党と維新という戦いの構図が、のところが多いかと思うんですけれども、一方でですね、それをしなかった兵庫の中ですと結構苦戦が伝えられているようですけれども、改めて希望と住み分けをしたことによる効果って、党にとってどういうものがあったかというのは、お互いの本拠地では配慮したということだけです。あとはもう同じ党じゃないんでね、これは切磋琢磨、ライバルとして争うことでそれぞれ成長できるとこう考えてます。政策的にも政治信条理念、政策的にそれは似てますけど、重なるところ多いけどね、要は政治は実行力というところで、希望の党の皆さんがこの選挙後ね、掲げた政策を実行するかどうか、もうそれがもうはっきりしないとね、なかなかもう一緒に共闘していこうということにはなりませんよね。小池さんのガバナンスが一番重要だと
思ってます。今回 この住み分けをするという判断なんですけれども、うん、政権との距離感であったりとか、あとその小池さんのガバナンスが今後どうなるかわからない部分もあるという部分で、結構リスクもあったんじゃないかなと思うんですけれども、うん、その辺というのはどういうふうに判断されましたか。これはまあリスクというより、まあ同じ非常に重なる公約を掲げている限りね、本来は一つで、戦った方がこれ分かりやすいんです、政策を選んでもらうということについてはね。ただ我々もここへ来るまでに維新の会からさまざまな、維新の会をいろいろな人が政治家が通り過ぎていってる事実がありますから、だからもうそういう今までしくじってきてるところもあるんでね、小池さんのところに入られた中にもそういう人たちがたくさんいるから、もうそういう人たちがまあこれからどう小池さんの、まあ、僕のガバナンスじゃ無理だったわけです。そういう人たちにきちっと公約を守らせるという、ことは筋を通させるということが無理だったわけで、だから小池さんがそれを今度できるかどうかが一番重要なんで、まだそれが見えないうちから一緒にはなれないから、お互い配慮しようこういうことになります。政権との距離感という意味ですか。政権との距離感は一緒ですよ、うん、これは今政府として中央政府は安倍総理が総理として、ね内閣を作られているわけですから、我々はこの大阪の地方政府としては僕が知事で、行政を動かしているわけですから、だからお互い地方政府の行政トップと地方政府の行政トップとしてね、日本のためにプラスになること、これは協力をしていくと、うん、まあその選挙では自民党とは何度も選挙で争っているわけですから、国政選挙そのことによって、距離感が変わるということは、まあ、ありえないと思います。そんなにお互いに懐が狭いわけではありません。小池さんのガバナンスなんですけれども、うん、投開票日前後は海外出張に行かれていて、うん、まあ、いらっしゃらないということなんですけれども、うん、これ党の代表としてこう、うん、いらっしゃらないんですか。これなんかどういう影響がありそうだと思いますか。まあまあいらっしゃらないと言ってもね、帰ってこられるわけだから、うん、まあちょっと日本を離れることで、ちょっと頭がクリアになっていろんな人事構想を練られるんじゃないですか、まあ、そこはちょっとお気の毒なところもあるよね。一人で全部やられてるんでね、チームになってないから、うん、まあ、我々はまあこの間いろんな紆余曲折ありながらもチームとして組織ができてるんでね、うん、だからまあ一人で、全て代表であり幹事長であり政調会長であり、ね、総会長みたいなそんな雰囲気だから、すごい大変やなと思います。それが結構区議の皆さんがまとまって橋本さんと一緒に作った意思はそういうところで違いがあるっていう、まあ、うちはもう国会議員代表も、幹事長も政調会長も役割分担はみんなそれぞれできてますから、うん、もうだからその辺はやっぱり、もう見てて大変だなと思いますね。すみません、事実通信です、うん、憲法改正について伺いたいんですけれども、うん、情勢の分析では今回もまた、改憲勢力が3分の2議席以上を、得そうなんですけれども、今後憲法改正の議論に代表としてはどういうふうに期待をされますか。聞きたいと、もう何度も言うけども、改憲勢力って言うけど、これは改憲するのは国民の皆さんが決める話、ね、で、その3分の2は真面目に憲法審査会で真面目な議論をする人の数が3分の2を超えるということです。だって国民の権利を共産党なんかが言うのは、僕らから言うとね、憲法を変えるかどうかは国民の権利なんだから、その権利を奪ってるんですよ。もう一切そういう議論もしないし、要は国民に選んでもらうためのプランをテーブルに載せないわけだからね、うん、だから共産党やもう立憲なんていうのはね、
うん、あのこちらから見たら彼らは憲法改悪反対で、改悪かどうかの判断も国民がすればいいんでしょ、うん、僕から見ると彼らが国民の権利をね阻害してると思います。今後、衆参両院の憲法審査会での議論では、立憲民主党であったり共産党も加わってくると思うんですけれども、うん、憲法改正の消極的な勢力の意見っていうのはある程度無視しても構わない、うん、どうぞ入って真面目にやってくださいよということですよ。だから会議の邪魔はしないでねと、うん、要は憲法審査会を開かせないようにするとか、うん、そういうこう国会って僕は国会議員になったことないけど、審査会開こうと思うとね、議運 の理事会とか、あんな議運の理事会の前に議運懇談会とか、まあそういうの、あるんでしょ、政治部記者やったらなんかわかるでしょ、そういうのがあって審査会が開かれるとか、まあそういうのあるけどね、もう邪魔しない、うん、そういう妨害はやめようよ。で入ってきてもらって意見を言ってもらうのはいいですから。だからそういうこう会議を開催することも妨害はやめてください。思います。すいません、次の予定ございますんで、次で最後の質問をさせてください。すいません、ABC です、うん、先ほど代表ですね、うん、小池さんのガバナンスの見えないうちから一緒にはできないとおっしゃったんですけども、うん、これ逆に言うと小池さんのガバナンスが効いてるというのが分かったら一緒になってもいいなというような考えもあるんですか。あれきちっと全部やるんなら政策的に重なってるんだから、まあ連携できると思いますよ。政党が一緒になるというのは、それは、まあ、今僕が判断する話じゃないし、連携はできると思う。でも、まあ、どうもね、もういきなり9条改正反対って言ってる候補者とかがなんか出てきてるんでしょう、うん、そこを、踏んでっていうか、まあ、皆さんのメディアの言い方したら踏んだけど踏んでも知るかいっていうのはね、もうむちゃくちゃやなと思いますね、僕は、うん、それやったら踏むなと思うしね。だからその辺のガバナンスですよ。じゃあ今のその踏みを踏んだはずの人がそういうことを言い出していることに関しては、うん、ちょっと連携は難しいなと。そういう人が増えれば、もうそれは元の民進党じゃないですか、それ。もう民進党と組めるということはありませんから。だからもう立憲、まあだからそういう人が増えるいうことは、まさに小池さんは利用されただけになってしまいますね。選挙のために小池さんを使って終われば、民進党の、参議院の人が言ってたけど、また終わったら帰ってくると、その前からそんな話できてたんちゃうかなと思いますね、うん、ただそういう人たちが、まあ、ちゃんとガバナンス聞いて、党の方針にちゃんと従うということになれば、うん、維新として合流することもありえるわけですか、ね、合流はまだ、まあ、そんなありえません。今その話してるわけじゃないけど、ただ身を切る改革とか一緒にやれば、そのことを国会議員全員に広げていくきっかけになるんじゃないですか。ないことはないんですか。いや、その完全に否定されないというのはちょっと引っかかるかな。いや、今はありません。この将来どうなるかなんていう、そんなの分からんじゃないですか。ちょっと細かいところになるんですけども、うん、近畿の比例ですね、うん、1位に京都の森夏江さんがいるんですけども、うん、まあ、ちょっとやり先で頑張ってきはったということで、うん、まあ、功労的な意味もあると思うんですけども、それ以外に大阪以外で選んでいるというところ、何か狙いっていうのはあるんでしょうか。まあ、大阪でね、どうしてもやっぱり大阪ばっかりがちょっと重要視されるんじゃないのという、まあ他地域の、ね、人たち のそういう思いもあるでしょう。だから、違いますよと、やっぱり党としてね、この党のことを思いね、やり先で、本当にさまざまなこう活動してきた人はね、優遇しますよということを、メンバーの皆さんに、その伝える意味があります。その党の内部ではそういう意味合いもあると思うんですけども、その党の外部に対するメッセージとして何か意味あるんでしょうか。いや、外部っていうか、ちょっと女性の活躍というところでは意味がありますよね。
大阪以外の方を選んでいるということに特に意味合いはないわけです。それは別にないです。それでは囲み取材終了いたします。